エレクトリック・レディ・スタジオはニューヨークのグリニッチビレッジにある録音スタジオ。このスタジオは1970年にジミ・ヘンドリックスが建て、設計にはジョン・ストーリックが当たった。生前のヘンドリックスはこのスタジオに10週間しか入らなかったが、以降、数多くの著名なアーティストたちがここを使用してきた。エレクトリック・レディ・スタジオの所在地には、それ以前から知られた長い歴史がある。 地下には、1930年から1967年まで、ビレッジバーンのナイトクラブがあった。抽象表現主義の画家ハンス・ホフマンは、1938年以降、画業に専念するため1958年に、教師としての仕事から引退するまで、ここで絵を教えていた。1968年、ジミ・ヘンドリックスと彼のマネージャーだったマイケル・ジェフリーは、ヘンドリックスが、 即興演奏やジャムセッションのためにしばしば訪れていたナイトクラブザ・ジェネレーションが閉店したのを受けてこれを買い取ったザ・ジェネレーションは多様な伝説的ライブが行われた場として知られておりビッグ・ブラザーホールディング・カンパニー BB ・キングチャック・ベリーデイブ・バンロンクスライザ・ファミリー・ストーンジョン・フェイヒーらが演奏していた当初ヘンドリックスは 買い取ったクラブを解明してライブ会場として存続させようと考えていたが、エディ・クレーマーやジム・マロンは長期間にわたったエレクトリック・レディランドのセッションに用したスタジオ経費が天文学的な金額に膨れ上がったことや、ヘンドリックスが常々自分に合った録音環境を求めていたことを踏まえ、このクラブを改装してプロフェッショナル向けの録音スタジオにしようとヘンドリックスを説得した。 建築家で音響学の専門家でもあったジョン・ストーリックに構造の詳細の設計が委ねられエレクトリック・レディ・スタジオが誕生することとなった当時このスタジオはアーティストが所有する唯一のスタジオであったスタジオ A2014 年撮影スタジオの建設は計画よりも倍近い費用と時間を要した建築許可は何度も何度も遅れ解体の途中で 大雨が降って敷地は水浸しになり、この建物が地下を流れるミネッタクリークの支流の一つの真上に建てられていたことが明らかになって排水ポンプが設置され、後にはさらにそれが無音化された。このプロジェクトを賄うために6桁の金額がワーナーブラザースから貸し付けられた。もっぱらヘンドリックスのために作られたこのスタジオには丸い窓や 多様な色彩の照明を生み出せる機会が置かれた。ヘンドリックスの創造性が発揮されるよう、リラックスした雰囲気が出せるように設計されていた。このスタジオは、同時に、プロフェッショナルな録音環境も提供していた。レコーディングエンジニアのクレーマーは、この環境を維持するために、セッション中の薬物使用を禁じた。ガカランス・ジョストは、スタジオの一部にサイケデリックな宇宙空間のテーマを、 描いた。ジミ・ヘンドリックスはマロンを雇って建設プロジェクトの管理とスタジオの運営に当たらせた。ヘンドリックスがエレクトリック・レディ・スタジオにレコーディングのために入ったのはわずか10週間だけであり、その大部分はまだ建設工事の完了前で工事が進められている途中に行われた。開業パーティーは1970年8月26日に開かれた。翌日、 ヘンドリックスは彼にとって最後のスタジオ録音となったスロー、ブルースとして知られるクールで静筆なインストゥルメンタルの収録を行った。その後、彼は第3回ワイト島音楽祭に出演するためエアインディアのビーンでロンドンへ向かい、さらにその後3週間足らずで死去した。その後、ヘンドリックスの遺産管理者は1977年にエレクトリックレディスタジオを売却した。 1970年代から1990年代にかけてエレクトリックレディスタジオはスティービー・ワンダー、デビット・ボーイ、AC、DC、ザ・クラッシュ、ウィーザーといったアーティストたちによってアルバムのレコーディングに使用された。2000年代初めにはソウル・クエリアンズの本拠地となったがほどなくして経営面での危機を迎え2004年には再び所有者が変わった。 その後、リー・フォスターが使用されることもなく放棄されていた、荒廃したスタジオをほとんど独力で回収し、2006年には、ライアン・アダムスが、イージー・タイガーを、2007年には、パッティ・スミスが、トゥエルブを作成し、再びミュージシャンたちの間で注目されるようになった。2010年、投資家のキース・ストルツが、フォスターが、スタジオのマネージャーを務めるという条件で出資して、 このスタジオを買収し、彼らが主導する形で、アデル、カニエ・ウイスト・ダフト・パンクラのセッションが行われた。エレクトリック・レディ・スタジオは、施設更新と拡張が行われて、2階に、新しいミキシングスタジオが加えられ、3階は、スタジオ C に、プライベートラウンジとミックス作業のための設備一式が、しつらえられた、すべての機能を充足したユニットとされた。2015年に、 スタジオが45周年を迎えたとき、ウォールストリートジャーナルに掲載されたリースルシリンガーによる記事中に言及されたアーティスト。ありがとうございます。